トマトのシーズンを迎えるにあたり、常陸太田で取れるトマトを使って飲食店、それからケーキ屋さん、居酒屋さん、そういったところで新しいメニューを考えまして、今回も市内外のお客さんに提供するっていう試みをやっていきたいと考えています。トマトをちょっと買いに行った時に食べさせてもらって、そのまま食べてすごい美味しかったんで、そのまま丸ごと使いたいなって思ってこの方法にしました。で、周りの冷たいこの和風だしにもトマトをふんだんに入れて、上には生姜、みょうが、大葉と白髪ネギでさっぱりめの薬味をのせて、ちょっと夏っぽく仕上げました。トマト自体があまりカレーの味に負けてしまうので、隠し味に、バジルと、それからカレーがどうしてもトマトの水分で緩くなってしまうので、ブールマニエという方法でカレーのルーを少しとろみをつけるような形で、今回はそのトマトを引き立たせるためのバジルと、それから、カレーをコクを出すためのチーズっていうところにちょっと注目してほしいな。うちのおすすめの鶏の唐揚げ太田ザンギを使って、トマトと太田ザンギのチーズ鉄板焼き。トマトを熱することによってやっぱり甘みが出て、その酸味とうちのザンギ、太田ザンギがすごくこう絡んで、これもご飯のおかずでもいけちゃうような、はい、ものを作ってみました。とろけるチーズはないですね。そうですか。それ以外のはカレーなら、なんてこったら、本当美味しいですね。そのままトマトさ、はい、トマトの濃くて、いろんな料理があって、はい、すごく見ても楽しめましたし、はい、食べても美味しかったです。自分が作ったトマトがこんな料理になるんだと思って思いながら、はい、美味しくいただきました。市外からもいろんな人が来ていただいて、それで、太田市民だけじゃなくて、その周りの市町村の方々も一緒になって地元を盛り上げていきたいなと思います。今日試食会っていうことで皆さんの作品を見たんですけども、結構いろんなバリエーションのある料理やお菓子が出たんで、そういう驚きを皆さんに知っていただきたいのと、常陸太田でもこういう美味しいトマトが取れるんだっていうことをやっぱり再確認してもらいたいなと思います。カレーなんだけどさっぱりしてる。